はい、PC エンジンファンの皆さん、こんばんは、ラックスです。今日の PC エンジンマラソンは249本目、サイバーシティお江戸808、獣のアライメントをお送りします。 OVA 原作のアドベンチャーゲームですね。 PC エンジンオリジナルのアドベンチャーゲーム、 OVA や小説ね、 CD と、マルチメディアメディアミックス展開されたお江戸808ピーシエンジンオリジナル、ストーリーでございます。黒金さん、十万石さん、アランプロストさん、赤戸大門さん、6個目さんいらっしゃい、林道さん、ありがとうございます。91年3月15日発売、日本コンピューターシステムメサイアですね、CD ロムロム6500円、アドベンチャーゲーム一人用でございます。シャドルさんいらっしゃい。バックアップはわずか20バイト、4箇所分もね、保存されるのに20バイトしかかかりません。はい、黒金さん、赤戸大門さん、ありがとうございます。はい、それでは行きましょうか。サイバーシティ大江戸808、808とか808ですかね。はい、箱808、サンジさんいらっしゃい。そんな少量で何をセーブしてるんだろう。これね、章ごとにしかセーブしませんからね。章1章クリア しないとダメなんでね。ほとんど、何章クリアしたかぐらいなんで。ね、容量少なくて済むんじゃないですかね。任意でセーブする場合だとね、言われて容量取りますけど。ダルタツムさんいらっしゃい。サイバーシティ、大江戸、808。808が正解です。13個目さんいらっしゃい。808。大江戸じゃないんだ。大江戸なのかね。あ、大江戸だね。はい、SF ハードボイルドアドベンチャー。800野鳥。Yes。おっと、メディアミックスインフォメーション。関連商品ですよ。ビデオカセット&LD。データ1から3、3巻までありますね。マッドハウス、カラー、ステレオ、ハイファイ。ビデオテープが9800円。レーザーディスクは何者だ ?7600 円。お得です。レーザーディスクはお得。森さんが一番最初。それから小説がありますね。小説も全3巻ですね。富士見ファンタジア文庫。1冊500円。税込みでございます。お安い。好評発売中でございます。富士見書房より発売中。はい、それからメディアミックスインフォメーションですね。ミュージック CD も出てます。E さん、コマのサントラですね。サントラとゲーム音楽も出てますよ。クリミナルナイト。キングレコードよりね、各税別2000円。コンパクトディスクでね、発売中でございます。はい。CD、小説、OVA と3巻ね。小説3巻、OVA 3巻。ね、音楽 CD ね、2巻ほどあります。皆さん、逃さずゲットしましょう。グムぶっこんでくるなんて珍しい。はい、イエーイ。はい、何ですか?あ、また来ましたね。はい、もう一回 おさらいですよ。ビデオカセット &LD ね、1巻から3巻。出てまーカラー、ステレオハイファイですよ。ジャパンホームビデオ。ビデオテープ9600円。レーザーディスクは7600円になっております。はい、行きましょう。これ、始まらないね。よし。はい。このゲームはミッション0からミッション8までの全9パートから構成されてます。1つのミッションが終了するまで途中セーブできない。バックアップメモリーは十分に余ってますか?余ってる。ね、20バイトだったらもう、ソードマスターのあまりでも大丈夫だろう、ね、メモリーチェックまでね、わざわざできる、はい、データはないみたいね。カズキューさんいらっしゃい。2808年、だいぶ先だ。もうね、我々生きてるかどうか分かりませんね、これね。はい、おそらく生きてない人がねほとんどだろうと思いますけど。 CD ロムドライブレディ、 ADPCM ドライバーインストゥール、ミュージックドライバーインストゥール、 Yes Yes。 クリス・ダンフォース Oh yes。 おめえ、32歳の男、173センチ68キロ、バラハズヒコ。地名、ケニチギアだ。群馬シティ。群馬、あと、今見、バーストさんいらっしゃい。純、本山、元山。韓国出身。おっと、悪そうな顔ですね、みんなね。マニーサイト、ノースシーウェイ出身。パプアニューギニアですね、国籍は。おっと、それから、まだまだいますよ。はい。日本、旧市街管轄区。おっと、おっと、これはちょっと、ね。メルル柳川さん、メルル柳川さん、不明ですよ、不明で、てやで、コンピューターレイド、通称弁天、賞金高い。そして、エビスマルリキア、何?ガビマルですね、ガビマルリキア。はい。弁天にゴーグル。うん。奴らまでこの大江戸に来ていたか。うん。どうやら少しは月が回ってきたらしいな。はい、
今の、方が主人公ね。俺の名は戦国、一匹狼の賞金稼ぎ、ならず者の電脳犯罪者ども片っ端から捕まえて警察に引き渡すのが俺の仕事だ。クリス・ダンフォード、コードネームバラハト飛行発信は、こいつを追いかけて上海から大江戸に7年ぶりに舞い戻っていた。だがこの7年の間に俺の知っていた大江戸、特に犯罪者たちのたむろする旧市街はすっかり様子が変わってしまっていた。電警、電脳警察の下部組織だった保安隊が勢力を増し、旧市街全体を飲み込もうとしている。街には武器があふれ、以前よりずっと物騒な気配が漂っている。この世界最大の都市で何かが始まろうとしている。俺が仕掛けた罠をいつもすり抜ける永久の電脳犯罪者弁天とゴーグルもこの街にやってきているらしい。奴らの狙いは何はともあれ調べてみるかということでね。まあまあクリス・ダンフォードバラ、なんで読み方書いてほしいね。バラ発信、発信ね、バラさん、バラさん捕まえに来たんですけどね。さらになんと永久の犯罪者弁天とゴーグルまでこの街にねやってきてるんで、はい、賞金稼ぎとしてはウハウハだと。はい、コマンド選択式なんですけどね、移動シーンもありますこんなね、RPG みたいなこんなシーンもあります。はい、ね、各建物に、ね、入ってきて、で人と会うとこうね、コマンドがコマンド画面に移ります。なんだいあんた、見る男、ごく普通の旧市街に住む男だ。ジロジロ見んなよ。話す、何が用かい。話す、何が聞きたいんだ。あ、結構長いですよ。9章ありますからね、9章。男ですよ、男で。じゃあね、知らないけど。賞金組？なんだってそんなこと言ってんだ。これでしっかりね、もうフラグ立てないと先進めないタイプですよね。もう同じコマンドが、ね、出るまで、しっかりとね。結構前ですね、もうね。あー、この近くにあるらしいけど、行ったことはないな。猫じゃらしたね。後半はしかしね、流れるように進んでいきましたね。前半は割とフラグ立て厳しかったっていう。後半はなんか展開早かったような覚えがありますね。おいや、ブロードの綺麗な姉ちゃんに同じようなことを聞かれたっけ。え、その中へ。確か賞金稼ぎだって言ってたぜ。酒場で誰か人を探すって言ってたか。それだけだよ、酒場に行けば会えるんじゃないか。美人になったからな。すぐ見つかるさ。それ以上は知らねえよ。はい、またね、リクエストをお待ちしております。気の強そう、強そうに見える弱そうに見えるんだけど。なんだよ、ジロジロ見んなよ。そんなに見つめて、お前ふむか。見つめるなよ、おい、お前結構いい男じゃねえか。俺その気になっちゃうぜ。見つめるなよ。何が妖怪、うるさいな。政府のお偉いさんたちがここを世界の中心地にふさわしい場所にしようとして、世界中のデザイナーを集め8階層の巨大都市を作れ。そうだ、ここはね、8階層あるんですよ、巨大都市で。一番上はね、裕福な人たちで、最下層はもうね、もう貧乏人とか荒くれ者とか、もうあのどうしようもない人たちね。どっちのけだ。下はね、とにかくね、もうあれなんですよ、悪い。ここにね、世界中の悪党が集まっている。でもな、だからこそ政府に潰されていくんだよな。ここでは力だけが全てな、ね、百科のところの最下層は。8階建ての大江戸なんですよね、もう。知らねえな、そんな名前のやつ。階層は上に行けば行くほどランク上がる。最上階層なんて俺たちにとっちゃ、あの世よりも遠い場所さ。まあね、ランク、もうね、分かれてる。
ここは酒場ですね。お、これが噂のいいお姉ちゃんだね。あれ、話しかけない。まずブラブタってなら話しないのか。あら、いらっしゃい。さあ、知らないね。さあ、知らないね。ここは悪党どもの吹き溜まりさん。あんた見たとこ悪そうじゃないけど、観光気分ならやめときな。命がいくつあっても足りやしないよ。悪党どもの吹き溜まり。まったく典型の連中は何やってんだかね。こんなものを見せてもしょうがない。登録者の賞金組引き渡す時に使う程度なので特別な権限があるのではない。またおいでよ。マスター一杯もらおうか。いらっしゃいませ。お客さん、この辺は初めてでしょう。いや、何、顔見はそれぐらいわかりますよ。一体どの辺から来なさったんです。おっと、つまらないことを聞いてしまいましたね。いや、何、私は最初からあんたも賞金稼ぎなんじゃないかと思ってたんですよ。ご注文は。さあ、ちょっとすいませんね。無法地帯？とんでもない。ここにはここの方があるんですよ。ここにはここの方があるんですよ。この上の新市街にある茶色のビルがその本部でさ。ご注文は、ご注文できない。またどうぞ。またお姉ちゃん行けば。ちょっと読み込みが長くてビビる。ちょっとね、読み込みがこのコマンド出るときにね、来ますから。よう大将、こっちで来ないから。あんたこの辺じゃ見ない顔だね。誰だ。ああ、そこにいた姉ちゃんか。どうも賞金稼ぎらしいな。これでフラグ立つ。大江戸の治安をとかさどる組織さ。この旧市街じゃそう勢力も強くない。今の局長はどうせか長谷川とか言ったな。伝道犯罪者と構えては警察に売り渡すやつらのことさ。まあ私も賞金稼ぎなんですけどね。よし、これでお姉ちゃんの情報が分かったから話せるかな。まだな。なに、あんた酔っているらしい。あまりろれつが回っていない。うん、あんたよくくりゃいい男ね。やりないわよ、もう不思議なやつ。そんなことは私に聞かないでよ。料理よりじゃ私と遊ばない。いいことしない。またね。
ぐらいね。確かこいつと話さないといけないような気がしてるんだけど、この時何かまだグラブ立ってないのか。じゃあちょっと思ってきましょう。この時代に書かれる未来世界派なんで荒廃してる感があるのだろう、あのままそのまま行くと未来は荒廃してるなっていうあったんですよね。ノーコンキッドですね。環境問題ね、環境汚染ね、地球温暖化、間違いない未来は荒廃するであろうと。東京はもうね、大体東京を壊滅してね、新都市になってるとかね、そういうのがあります。ここ行ったっけ、なんか最初に、あ、ここはいる、ここは公衆端末、別に用はなさそうだ。サイバーパンクっぽい。クラバリさんに、そうだ、サイバーパンクアドベンチャーですね。サイバーシティ。大江戸の旧市街地。頭の悪そうな女だ。ジロジロ見ないでよ。あなた誰？慣れ慣れしいわね。何よ。何よ。知らないわ、そんなの。そんも、ん？知らないわ。そん、知らないわ、そんもなの。え？人の名前？変な名前。何よ。変な名前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 しか言わないか。名前。あとは。やっぱ見たくなった。今日話したし。後半じゃないと裏蓋ってからやないといけなかった感じがするよ。やっぱりあの出ちゃいしかない。こんにちは。あれ、ね、あ、来た、ここだ。判定が辛かったな。そっちに行っていい？いいぜ。どうしたの？銃やないこの街は初めて。見ない顔だけど。どうしてそんなことを？どうしてそんなことを？どうしてそんなことを？ずいぶん変なこと聞くのね。ずいぶん変なこと聞くのね。44個目、45個目。おえぞが二人よ。私の名前はマヤ。マヤ。どうやらご同業のようね。でも見かけない顔だ。7年ぶりに帰ってきたからね。男を追ってきた。男を上海から。ねえ、ウィンドウの出方がおしゃれでしたね。マヤよ、言わなかった。何をするの？叩くだった。叩くだった。これ聞くかと思っちゃったら叩くだったんですよ。上に大きく文字が出るんだ。叩いてた。いきなり叩いちゃう。まだ名前を聞いてなかったわね。そうだね、人の名前を聞いておいて。全国未婚にリオデジャネイロで強制的に登録させられた。アザミヤは2年前リオで捕まったわ。捕まえた賞金稼ぎの名前は確か全国あなただったんだ。結構有名な賞金稼ぎを捕まえてるのかね。私の登録番号は JXV353。私も公認よ、確かめて。公認？なぜ？あなたと組むんだから当然のことでしょ。
グム？勝手に決めてもらっちゃ困るな。こっちにも予定がある。損はさせない。おっと、考えておいて。ジロジロ見ないで。考えておいて。まあやよ、言わなかった。随分変なこと言ってる。随分変なこと言ってる。これでいいのかな。なんかメビルやなんかコンピューターレイドを得意とする電脳犯罪者よね。知ってるじゃない。ゴーグルと並んで賞金額はトップクラスだけど。でも彼を捕まえるのは諦めた方がいいよ。たとえ戦国あなたでも。あとはあなたのコンピューターにでも聞いた方が早いと思うけど。イエーイ。じゃあゴングのことは、ゴーグル、ゴーグル、モスゴング、元闇ボクシングの世界チャンピオン。失明後は一転して電脳犯罪者。あ、失明してたんだっけ。賞金組の中ではトップクラスだわ。でも彼を捕まえるのは諦めた方がいいわ。たとえ戦国あなたでもね。こいつもか。あとはあなたのコンピューターにでも聞いた方が早いと思うわ。バラ発信をして。バラ発信、バラ発信。クリス・ダンフォード、A 級の電磁爆弾魔。電磁爆弾魔。上海で奴を捕まえ損なった。分かったわ。後で武器の闇マーケットに来て、それまでに調べて。武器の闇マーケット。どこだいっすか。どっかにあったっけ。ずいぶん変なこと聞く。ずいぶん変なこと聞く。まあ、いいよ、言わなかった。よし、これでいいか。武器の闇マーケットに行けばいいの。やったぜ。闇マーケットがあった。あ、なんか言ってたね、それね。うちの方が確かに。端末はね、確かここに。ここはこうしてた。別に用はなかった。調べないでも、賞金稼ぎだろうということでしょうね。誰か場所聞くんのかな。なんか、どっかに闇マーケットがあったような。誰かから情報聞かないでダメか。できるよ。おい、お前闇マーケット知らないか。イダテンさんありがとうです。弁天じゃなくてイダテンが。なんだいあんた。お、武器やってる。あー、この近くにあるらしいけど行ったことはないな。サンキュー。いや、フラグ立ったかな。ね、知らないけど。よし、ありがとうよ。あ、ほら、やっぱり。来てくれたのね。来たよ。バラ発信はこの近くの廃棄されたビルを根城にしているわ。気に入った武器あるかしら、戦国。何の絨毯かしら。気をつけて、保安隊の連中もバラ発信を探しているようだから。この武器は軍からの横流しか。7年前にはこんなものはなかった。7年だったら変わるのよ。東京か、何やってるんだよ。この辺りの闇マーケットは全国、それともこっちのマヤ。私が知る現在の大江戸を牛耳っている影の組織。何で旧市街でこんなところは珍しくないな。
ここでは力だけが全てなのよ。力だけが全てよ。私はもう神本位だよ。今のファン隊長マクゼマランは旧市街を中心に勢力を伸ばしてきたの。連携での発言力は局長に匹敵するわ。ファン隊、もうファン隊がのさばってんな。おじさんがいる。いつから賞金稼ぎに首を突っ込んだ。あなたが大江戸にいた頃にはまともな暮らしをしていたと思うけど。答えになっていない。2年ぐらい経つかしら。おっと、収束レーザーマシンガン集団拳銃ポケット核ミサイル。ポケット核ミサイルって気になるんだけどポケット核ミサイルって怖いね。早くした方がいいわよ。保安隊の連中もバラ発信を。屋上ってのは誰のことだ。賞金稼ぎには関係のない話ね。はい、ちょっと気になるお話だけども、この続きは皆さんの目でね、確かめてください。この後ね、衝撃的な展開があって、ちょっと千国くんはにあるね、ハプニングが起こってしまうんですけどもね。はい、それは皆さんの目で確かめてください。お安い。意外性のあるお話がね、いますから、まあ OVA 見てなくても大丈夫だね。はい、もうあっというどんでん返しとかねありますからね。はい、これはって言うね。はい、持ってる持ってたは1番、ちょっとネタバレになるんで言いませんけどね。2番はまだ持ってないよって。すぐ元取れますね。すぐ取れます。はい、 PC エンジン派などの新品多いな。3800円ならお安い。新品欲しいぐらいですよ。気になるな。はい、前回はそこまで所持率は高くなかったんですけど 8.9% でした。今回どうでしょう。ででん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 でんでんででんででん、うっ、ちょっと増えた。1人ぐらいかな。 9.5% になってます。てってー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 てー。 80.8% とかだったらよ。 80.8% だったらさすがに 8.8 とかだったらね、笑ったんですけどね。あ、前回だから惜しかったですね。 8.9 だから。はい、ご視聴ありがとうございました。ボリュームもね、ありますし、結構サク、まあサクのフラグ立てでしないといけないんで、割と歯ごたえもありますけどもね。はい、アドベンチャー好きの方必見でございますよ。はい、お疲れでした。今日はサイバーシティ大江戸808獣のアライメントをお送りしました。明日のマラソン枠は、PC エンジンのね、数少ないジャンルのゲームですね。お楽しみに。オンです。PC エンジンはここまでね、1本しか出てないジャンルのゲームですね。はい、2本目です。どうでした。オツオツでした。どんな気象ジャンルですか。気象ジャンルでございます。しかもちょっと一風変わってますね。一風変わった気象ジャンルのゲームです。オツオツです。ストリップファイターかな。